越前市にやってきました。よく晴れてますね。快晴です。この辺りには昔ながらの建物が残っているんです。今日はここで写真を撮らせてもらいます。地元ですこれも漆のお店ですかね。ここですね。木でできたお店、わかりますか。ここもありますね。馴染みのある場所です。とっても静かな街並みです。こちら見てくださいよ。アサヒビールって書いてありますね。結構古い看板じゃないですかね。味があるんですね。藤井前商店って書いてありますね。お酒の名前が書いてありますね。黒龍、ボン、花垣。はあ。近くに来ると結構この看板も大きいですね。すごい迫力がある。こんにちは。あ、今ちょっとテレビで来たんですけれども、うん、ちょっとこのアサヒビールの大きな看板に惹かれて、お話ちょっと聞きたいなと思って来たんですけど、ちょっとだけいいですか。あ、すいません、ありがとうございます。このお店はお一人で切り盛りされてるんですか。今お父さんちょっとね病気になったで、娘がちょっとお手伝いしてくれながらやってるの。あ、なるほど。もう2年かな、3年で120年やってます。120年ですか。そんなに長くすごい。120年ってことは1900年ぐらいからそうかな、私明治からや。明治時代から長い歴史。すごく長い歴史が、ここへは大正元年に入ってきた。この建物はいつからあるんですか。大正3年。大正3年から、大正2年の大火事で、この家が全部燃えてしまった。あ、これがもともとあったんですか。そうそう、大正元年にこの家を買って入ったの、そしたら2年の大火で燃えてしまった、燃えてしまって、でこれを3年に建てた。新しく建てたんですね、柱とか梁もすごく立派ですね、そう、これは欅。あ、でこれは松。松、液体のような固まってるものもありますけど、あれは松ヤニ。松ヤニ、まだ生きてるんで、夏になると落ちてくるんです。まだ生きてるんですか。生きてるんです。木は100年以上経っても生きてる。不思議やね。すごいですね。毎年夏になるとポトッと落ちてくる。まさにこのお店そのものが生きてるんですね。あ、そうやね。共にって感じがします。この看板は、お昭和の初期のビールらしいです、こちらにも会社の名前が右から左にこう書いてあります。この並びじゃ私ここ来てもうタイムスリップしたかのような気持ちですその他店内至る所にカラフルな絵手紙もありました。本当だ、素敵な絵。これはご自身で描かれてるんですか。そうです。私は絵手紙20年やってるから。20年も、季節季節の果物やら、からお花、ね、いろいろ描きます。うわ、上手。今描いている作品を見せてもらいました。これ梅と梅雨ですか。まさに今だ。この絵のポイントはどういうところですか。色、これ紅刺しっていう梅干しなの、ね、だから紅が刺してるでしょ、これ。あ、赤いですね。そう、一緒な色には絶対できんから、ね、筆洗いながらこうして描いてくれ。あ、すごい。この境目がすごく淡くなっていまして、この細かな表現を出されたんですね。で、この傘は、私がここ散歩してたら、あるとこにこの傘がかかってたの、そしたら、ピンクの水玉があるの。可愛い傘ですね、だから絶対これを描こうと思って実際に体験した。なるほど、なるほど。持ち手の部分が、上が切れてるのは何か狙いがあるんですか。いや、大きく見えてる。絵手紙は大きく描くのがあれなの。大きく描くのがいいんですか。ここへ入れてしまったら小さい傘になるでしょ、あ、確かに確かに。だからここが想像してもらうわけ。あ、考えられてる。絵手紙はこれが基本なの。すごい。これ教室で習ったわけ。その教室で習いに行こうと思った理由というか。私たち山登りしてたの。あ、そうなんですね。お父さんと2人で20年、そしたらお父さんが足を壊したから、2人が足を壊したらダメだから、山登りはスカッとやめて、絵手紙を習いに来た。なるほど、別の趣味にしようと思った。そう、そしたら
絵手紙が一番ついてるわけ。あ、なるほど。で、今年で20年目なの。なるほど。たらお父さんがね、20年は続けなかった。山盛りも20年つけたんだから、絵手紙も20年で切りつけたらどうやって。で、お父さんの看病しながら今書いてる。そういうことなんですね。山登りも20年、絵手紙も20年、ね、次また別の趣味とかも出てくるんでしょうか。ね、新たにね、始まるかもしれないですね。楽しみです。素敵な温かみがあります。普段はお店番をしているときはどちらにいらっしゃるんですか。あ、ここ。あ、こちらですか。ここ座ってらっしゃるんですか。うん、お客さんがここで、私はここでいつもお話。ああ、なるほど。じゃあここで実際にお店番をしているところをまずからしてください。お、うん、すごく藤井さんの背景がいいですね。お酒に囲まれてますね。あ、そう。お酒と素敵な絵に囲まれてます。どんな写真になるんだろう。おー、なんかこういつでもおいでってこう声が聞こえてきそうな安心感がある写真ですね。優しい目をしてます。お客さんがね、この悩み事を話していく時があるね。あ、はい。そうすると話せば半分楽になる。感謝でもっと楽になる。人生楽しく楽しく生きたいものですって言ってお話ししてあげると。素敵な言葉ですね。みんな、本当って言って帰る。お酒を買いに来るだけじゃなくて、そうそう、相談相手にも入ってるんですね、藤井さん。みんないろいろ話していく。なるほど。人生相談したいな。今日実際にここをさせていただいて、120年の歴史がある藤井善商店ということなんですけれども、今後どういうふうに守っていきたいですか。元気な間はやりたい、やりたい、おじいちゃんの石継いで、ね、儲けることに走るんでなくて、喜ばれるお酒を売りたいと思います。もう3年できたら120年ぐらいになるから頑張りたいと思ってます。そうですか。お酒を売ってるだけじゃなくて、藤井さんが来てくれる人の相談相手になったりとか。そうそうそう。もうとっても素敵な越前市の場所になってるんだなって感じました。今日は話聞かせていただきましてありがとうございました。いいえ。